伝統的なのしのしとは、一般的には刑事における新物や贈答品に添える飾りである。ただし、元来長寿を表すアワビが使われていたため、お見舞いなどにはのしを使う場合もある。現在では黄色い紙を超六角形の色紙で包んだ形状をしているものが多く使われる。修儀袋等の表面に印刷された、簡略化されたものもある。しばしば水引きと併用される。 なお、漢語、のしは、うっととも読み、い、と、すなわち、昔のアイロンである日のしを指す。現代中国語でも、のしはアイロンを意味する。伊勢ののしあわび製の図、歌川国貞が、江戸時代。元来、のしあわびとは、あわびの肉を薄くそぎ、干して、琥珀色の生乾きになったところで、竹筒で押して伸ばし、さらに水洗いと乾燥。 押し伸ばしを交互に何度も繰り返すことによって調整したものを指した。のしは演寿に通じ、アワビは長寿をもたらす食べ物とされたため、古来より縁起物とされ、新鮮として用いられてきた。非前国風土器にはのしアワビについての記述が記されている。また、平城風跡の発掘では、安亡国より長さ四尺五寸のアワビが献上されたことを示す。 木管が出土している。中世の武家社会においても、部運長級に通じるとされ、人中見舞いなどに用いられた。東鏡には、研究3年に、源頼朝のもとに年貢として、長いアワビが届けられたという記録がある。新仙として、伊勢神宮に奉納されるほか、縁起物として贈答品に添えられてきた。やがて簡略化され、 アワビの代わりに黄色い紙が用いられるようになった。正月の鏡餅には、大野市、束ね野市が飾られる。婚礼時の結納品として、束ね野市が用いられる。伊勢神宮では、古来の製法で調整された野市アワビが、6月と12月の月次祭、10月の神ナメ祭りで奉納される。こののしアワビは、三重県飛ばし、 国崎町の神宮五両府具調整所にて調整される。のしアワビ作りは毎年6月から8月にかけて作業が行われ、1回に使われるアワビは約 200kg。一つ一つ皮を剥くように薄く切っていき、それを干していく。調信所より少し先のヒノキで作られた干し場で布のようになったアワビが下がる風景を見ることもできる。 毎年7月2週目の日曜日に、のしあわび祭りが開催される。第11大水忍天皇の第4王女である、山和姫命が国崎を訪れた際、お弁という天からあわびを献上されたことが、由来とされる。現代では、紅白の紙を織り込んで中央に、黄色の短冊状の紙が付されているものをのしとする、ことが多く、この黄色の短冊状の紙の部分がのしあわびを、 表している。折の詩と呼ばれる。折の詩には両折の詩や片折の詩などがあり、折り込まれ方によって神、神仰、相などに分類される。詩の簡略化が進んで、折の詩が神に直接印刷されている場合も多く、また、詩アわびの本来の形から離れて、印刷の詩と呼ばれる次のような詩が用いられることもある。ありがとうございます。